アデレード・バートレット1868年頃、同時代の写真ピムリコの謎あるいは、ピムリコ毒殺事件の謎は、1886年のロンドンのピムリコ地区で発生した、変死事件の通称。トマス・エドウィン・バートレットが死亡し、妻アデレード・ブランシュ・バートレットに夫殺害の嫌疑がかけられた。トマス・バートレットの遺からは、致死量のクロロホルムが発見されたが、 彼の喉や食道には損傷がないにもかかわらず、それがどのようにして摂取されたのかが不明であった。アデレード・バートレットは夫の殺害の権利で裁判に付されたが、最終的に無罪方面となった。法廷における陪審の発言によれば、アデレードの無罪方面は、検察側がどのように犯罪が実行されたか証明できなかったことによるものとされている。この事件の特徴は、 富裕な食料品商人トマス・エドウィン・バートレットと、年下のフランス生まれの妻アデレード・ブランシュドラ、トルモイユ、そして、アデレードの後継人であり、夫婦のスピリチュアルカウンセラーも務める友人の、ジョージ・ダイソン氏の間の奇妙な関係である。メソジスト派の聖職者ダイソンは、不愉快な病気に悩まされていたエドウィンから、アデレードを公然とくどくことを許されていたという。エドウィンは、 流行に流されやすい面があったようで、動物時期を健康の鍵と信じていた。しかし、他方では、彼の風変わりとされる面の一部は、アデレードとダイソンから分置されたことに基づいており、両者によって脚色されている可能性もある。アデレードの父は、裕福な、そしてことによると称号を有する、ビクトリア女王の随員の一員でさえあると、 噂されたが、これは本当に1855年に、フランスを訪れていたがことによると、アドルフ・コロード・ドラトル・モイユ・トゥアール・デスキューリー伯爵。アデレードは、時々、1855年に、オルレアンで非着室主として生まれたと記録されている。英語版、クララ・チェンバレンとアドルフ・コロード、トマ、ママ、デスキューリー・ディー・エス・ケリーの婚姻は、1853年3月期の、 出生婚姻死亡作品に記録されていて、アデレードが非着室ではないという過程に重要性を添えている。戸籍によると、アドルフは1860年の6月に、ロンドンのパンクラス地区にてドエスキュリーという名字で死亡したと記録されている。1861年の国勢調査において、未亡人となったクララは、未婚のシマエレン・チェンバレン、コヘンリー、アデレード、フレデリック、 クララと同居し、RGQ-163 ォリオ97ページ10、ハブロックロード、サウスハックニーには、上の三子は、フランス生まれと記録されている。戸籍によれば、クララは1866年12月期に、パンクラス地区において、33歳で死亡している。孤児となったアデレードと弟のフレデリックは、菓子職人のウィリアム・エチとアン・ウェルビラブドの養子となった。 1871年の国勢調査によると、当時のアデレードは、歌子製造人の助手であり、オルレアンではなく、パリのサンクルー地区の生まれとして記載されている。英語版エドウィンとアデレードは1875年に結婚した。アデレードによれば、恋愛結婚だったという。しかし1881年に彼女は、エドウィンの子を死産してしまう。この際にエドウィンは、 南山であるため男性の意思を呼ぶようにという女性の子守りの忠告を断ったが、これは彼が別の男が彼女に干渉するのを嫌ったからであるとされている。1885年前半に二人は地元のメソジスト派の聖職者、ジョージ・ダイソンと知り合い、ダイソンはしばしばバートレット家を訪問するようになった。この頃、エドウィンはダイソンを遺言執行者とし、 アデレードが再婚しないという条件付けで、全財産を彼女に残すという遺言を作成している。なお、この遺言は死亡する4ヶ月前に、エドウィン自身によって修正され、再婚禁止の条項が除去された。1885年12月31日、司会からピムリコのフラットへ帰ってきたエドウィンは、アデレードの隣で就寝した。翌朝の午前4時少し前、 アデレードが普段彼女を起こしに来るメイドに対して、エドウィンが死んでいるかもしれないのでアルフレッドリーチ医師を連れてくるように求めた。検死の結果、エドウィンの死亡が確認された。彼の胃に満たされていた液体クロロホルムが死因とされたが、当初は自殺として処理される可能性が高かった。しかし、アデレードがエドウィンの弟とジョージを持ったことなどにより、かねてより、彼女を嫌をしていた。 エドウィンの父親が、息子の死に疑念を抱き、当局を説得して調査させたことから、一転して本件は、殺人事件として扱われることとなる。捜査の結果、事件に先立った1885年末頃、ダイソンがアデレードから依頼され、彼の主治医、リーチ医師にクロロホルムを処方させていることが判明した。この件についてリーチは、 患者にしつこく言われたためにいやいや処方したと証言した。ダイソンはその処方箋をもとにクロロホルムを購入したが、大瓶1本分で済む分量を小瓶4本に分けて別々の店で購入し、店員には油汚れを取り除くのに使用すると説明していた。当時の法律では、 大量の医療用毒物を購入する際は薬局で帳簿に署名する必要があったが購入量が少量なら不要であった。ダイソンはエドウィンの死後になって思えば自らの一連の行動は疑われても仕方がないものであったと述べている。その後、死因審問が本件犯行はジョージ・ダイソンを共犯者とするアデレード・バートレットによる暴殺であるという評決を下し、 二人は逮捕された。後半は1886年4月12日に始まり、英国内外で大きく報道された。後半の冒頭で、ジョージ・ダイソンとアデレードの素因が読み上げられたが、しかし検察は直ちにダイソンの素因を落とすように求め、そして彼は正式に無罪方面になった。このことで検察は彼を検察側の証人として呼ぶことが可能になったが、 しかし弁護側が彼の宣誓証言を利用することも可能になった。アデレード・バートレットは法廷弁護士の選択において極めて幸運であった。サー・エドワード・クラークはことによると後期ビクトリアーサ、イングランドで最も優秀な法廷弁護士であったかもしれない。彼が事件を引き受けたことはアデレードの謎めいた父の干渉によると噂された。彼は 自殺説を過労じて可能にするのに、十分な、個人に対する曖昧な点を示すことができた。彼の、ドクター・リーチ、ダイバートレット及び、ダイソン氏との戦術は、依頼人のために、無罪方面を得るのに十分であった。この古典的な毒殺事件における検察は、現法務長官、クラークの大きな公敵種サーチャールズ・ラッセルの小中にあること、しかし後者は、 英国自由党の政策とパーネルのアイルランド、地方自治運動に関係する政策に関係していることが指摘されるべきである。したがって、クラークは、その公的種の最高の法律ゲームの公的種がいなかった。生涯最後の晩に、エドウィン・バートレットは、メイドに、翌日のために贅沢な生産を準備するように、命じた自殺を計画している男の行動では、 ほとんどないマイナスという証拠にもかかわらず、自殺説は前進した。アデレードは自分自身に有利な証言をすることはできなかったし、そして弁護側は承認を呼ばなかったし、ただし最終弁論には実に6時間をかけた。ミセス・バートレットへの主な法医学上の援助は、液体クロロホルムは燃えるということであった。これが胃にまで下れば必ず喉と口頭の側面を、 火けどさせる。エドウィンの遺体にはそういう火けどはなかった。このことは彼がクロロホルムを素早くごくりと飲み下すことができたことを示唆している。これは自殺説を少し指示したがというのもそういう素早い飲みは飲み手が有毒な飲料を大急ぎで下すことを示唆した。売信が氷結を考慮した後法廷に戻ってきた時売信長は言った。我々は 重大な権威が被告人にかけられていると考えているけれども、クロロホルムがどのようにまた誰によって投与されたかを示すのに十分な証拠があるとは考えていない。陪審庁はそれから氷結は無罪であると確認したが、これは狂気の白紙化し祭で迎えられ、世論は後半中にアデレードに有利に変わった。毒物がどのようにして、 喉をやけどさせずに、エドウィンの胃の中に入ったかという軽想点は、有名な下界サージェームズ・パジットに、有名な、辛辣な言葉を勇気にさせた、後半後、アデレード・バートレットとジョージ・ダイソンの両者が、公衆の目からは姿を消した。ザ・ライフ・オブ・サー、エドワード・クラークの著者らは、自分らは、アデレード・バートレットは後に、ジョージ・ダイソンと結婚したという、 印象を抱いていること。しかし自分らは二人は決して再会しなかったという説もまた聞いている。長編小説家、ジュリアン・シモンズは事件を長編小説にしたスウィート・アデレードにおいて、ミセス・バートレットはアメリカ合衆国に移住し、コネチカット州に落ち着き、そして1933年以後のいつか死亡したことを示唆したが、ただしある人々は、 彼女の後半後の人生は謎めいているとみなしている。ダイソンはといえば、リチャード・ウィッティントン・イーガンのウィリアム・ラフ・ヘッドの生涯の研究の報告によれば、1939年にメリーランドのある女性は、ダイソンがニューヨークに来て名を変え、そして財産目当てに結婚し、そして1916年に財産を求めて、若い花嫁、彼女の姉妹を殺害したと主張したという。 あるいは二者択一的になるが、ケイト・クラークの報告によれば、メソジスト協会の初記録は、ダイソンがオーストラリアに移住したということを述べている。という、バートレット事件は、1952年に BBC、ラジオシリーズ、ザ・ブラック・ミュージアムの、フォース・モール・ボトルズというタイトルで、そして1980年に四部の TV シリーズ、エイクエスチョン・オブ・ギルトでドラマ化された。 ありがとうございます。